兄弟塾終わりました。終わりました。いかがなものだったとかですね、はい、感想を聞いていきたいんですが、そんなに高分時代難しくないのかなって思ったんですけど、数学いきましょうか。数学本題始まりました。もりてつチャンネル。さあ今回は高橋さんにおいでいただきました。はい、いや東大受験終わりました。終わりました。はい、5回目の東大受験。5回目の東大受験、まあ最後ということでジャッジメントではいやりましたけども、いかがなものだったとかですね、感想を聞いていきたいんですが、はい、どうでしたか。そうですね。まあやっぱむずいな東大の問題という感じで難しかったんですね。あ、まあでも去年よりは全体としては多分優しくなってると。そうですね、やっぱ多かったです、声が。だいぶ優しくなったから高得点勝負になるんじゃないかみたいなのは結構寄せられてましたね。じゃあそれぞれどうだったのかを聞いていきたいんですけど、まあまず英語ですね。英語ですか。このチャンネルなんで一番最後にね。そう、一番最後なんですけど、まあ一応英語系のチャンネルなんで英語興味ある人が多いかなと思って、好評動画はもうすでに出してはあるんですが、やってみてどうでした。そうですね、まあやっぱり自分のこの処理のスピードっていうのがどうしても最後まで向上させきることができなかったなっていうところで、速度順番としてはどうやって解いたんですか。順番は要約解いて、はい、次が和訳やって、まあ、英作文やって、でここの後に本当は 4A を解きたかったんですけど、はい、はい、もう時間がなかったんで、まあしょうがなくリスニング行って、まあ下読みして、ではリスニング解いて、で5行って最後 1B かな。そうですね、はい、4A はもうやってない。 4A できなかったんですよね。じゃあどうだと、まずようやくなんかやっぱり読みやすいは読みやすいじゃないですか、私は。ただちょっと重要ポイント的なものが多すぎて、どれを入れたらいいんだみたいに、やっぱり予備校の答えも分かれちゃってるんで、どこ入れるかが結構要素は入れようとして全部書きましたね。お、なるほど、うまく。そうですね、まあ因果関係とか対比とかはパーッとうまく見えるし、ただポイントが多いんですよね。なるほど、結構含む感じで書いたかもしれない。いや、それでいいと思います。70から80で、あ、結構あるのかなと思ったら、あれこれありすぎじゃねみたいな感じだったんで。確かに字数は100とかじゃなかったですもんね。そうです。短いから苦戦するだろうなっていうのは印象として。この時点でちょっと僕のいつもの目安だと10分ぐらいなので、多分12、13分がかかっちゃったんですね。和訳はどうした？和訳もそんなに構文自体難しくないのかなって思ったんですけど。3かな、ちょっと訳しづらくて、ちょっとそこで時間食っちゃったかなっていう。ボースの後からなんか両方、ああそうそうそう、ボース A&B が&どっちとつながるのかっていうので結構やっぱあそこでちょっと時間食っちゃって、まあ答えもちょっとあんまりしないですね。なるほど、そこでこうやってで作文でしたっけ。英作です。まあどうだったですか、感想としては。いや、まあ去年よりは書きやすい題材。なるほど、そうですね。で結構まあ事前準備もしたテーマ作文の方だったんですけど、でまあ和文訳の方も書きやすかったかなっていうふうには思いましたけど、どうかな。はい、スペルミスとかめっちゃするんで、ああそうですね、いつも。まあそれだけすごい気をつけてましたけど、まあどうかなっていう感じですね。まあ次回じゃあその再現のやつをちょっとね添削したいと思いますので、どうなってたかぜひお楽しみにしてください。そしてやっぱリスニングが結構やっぱ聞きづらいんだけど、音がめっちゃ悪いんだけどってきたんですよね。いやー、まあ僕はそれ心もう何回もやってて、その心の準備をしてたんですけど、まあやっぱ聞きづらかった。あ、そうなんですね。やっぱり本番全然聞き取れなかったですね。すごい音質が悪いんだって。そうですね、特に大問2がなんかボソボソ喋ってましたね。そうそうそう、言ってましたね。その B がそう来てたんで、だから内容的には B が優しいんですよ、字読むだけではですね。そうですね、あの設問の感じは確かに短かったし、字見ると簡単なんですけど、でただまあ実際音声聞かないと分かんないんで、だから受けた人くださいコメントって言ったら、音がマジでもうやばいマジで何言ってるか分かんないみたいな。いやー、なかなかあれを再現するのが難しくて、その練習とかって確かに綺麗な音で流れちゃいますからね。こうなんとかしないですかね、東大本当に。そうですね、部屋によってやっぱ違うってきてたんで、ああそれもあるかもしれないですね。まあでも鉛はなかったんじゃないかな。あ、なるほど。それでまあそんな感じで終わりの、そして次に大問5ですね。大問5も多分去年よりは全然読みやすかったっていうイメージで、ただ並べ替えとか説明のとこもちょっと自信ないなっていうところで、そうですね、説明問題勝負だなって思いました。いわゆる単語を埋めるのは簡単だったじゃないですか。そうですね、あれはだいぶやりやすかったですね。だから、はい、ここ得点勝負になるかって。で、文挿入ですね。文挿入がね、一個迷ったところが間違ったんですよね。あれも、はい、引っかかるように作ってますからね。いやー、あれどっちか、1番と5番で、どっちだろうって迷って、変えた方が×でしたね。あれか。なんかまとめ的な内容が書いてあるやつですよね。なんだっけ、こういう大事じゃないと思ったようなものがなったらかったみたいなやつですね。なんか1番と5番で迷ったんですよ。ああ、なるほど。いや、分かります。って感じですね。だからなかなかね、そんな自信持ってっていう感じではないですね。そうか、正語がおわきの、そうですね。まあ正語問題もね、簡単といや簡単だけど見つけるのはめちゃめちゃ難しいって。ああ、そうだった。結局できなかったですけどね。いや、もうなんか。いやー、時間かかっちゃうだろうなって。なるほど。いや、時間と長いですかね。そしていよいよ、じゃあ数学いきましょうか。数学話題の、はいはい、数学、まあもうご存知かと思うんですけど、だいぶ簡単になった。そう、すごく簡単になったっていう声が多かったですね。簡単になる場合ってどうなんですかね。数学苦手な人がちょっと不利なんですかね。どうなんでしょうね。差がつかなければラッキーですからね。苦手な人にとってはラッキー。そう、だからいかにその簡単なものを落としちゃいけないっていうところなんだと思うんですけど、そう、最初問題見た瞬間にこれは簡単にあったから絶対高得点に取らなきゃいけないやつだなと思ってて、で、どうかな、まあ半分はいってるんですけど、おそらく、その以上どれぐらいいってるかっていうのがちゃんと、そうですね、天気ミスしたところもあるんで、最後の最後のところで、ああ、いやわかんないですよ。最後のね、戦いだからね、タさんに有利なように作ってやろうエース楽にしてやろうって、そんな感じで何巻とかあるんですか、どれぐらい。いやー、1巻はしてると思うんですけど、プラスもう1巻かなと思いきや、それで天気ミスしてるんですよ。ああ、なるほど。だから部分点でどこまでもらえてるのかなっていう、その最後書くところ間違ってる、答えのところだけ間違ってて、で、あとはまあ2半ぐらいプラス部分点が来てるかどうかだから、40はいってると思うんですけど、どうかな、せめて50ぐらいいってほしいんですけど。なるほど、はい、じゃあ国語はどうだったですか。国語も多分去年よりは古文とかが解きやすかったと思います。お、なるほど。はい、どうかな。現代文はやっぱきついですか。現代文の第4問が本当きつい。やっぱりいつも言いますよね。その攻略方法がわからんって言ってますね。はい。今年はなんか読みづらかったです、めちゃくちゃ。まあ去年も読みづらかった気がするんですけど、より読みづらかったし、今年の文章は。なるほど。国語が厄介だったわけですね。じゃあ、社会ですよ、得意な。社会もね。世界史、日本史。いやー、社会もそうですね。ずっと頭さすってますけど、ずっと僕はさ、もうサムネポイントばっかりくれてます。すいません、すいません。 YouTuber 目線から言ったらそうなる。いや、いいんですよ。 YouTuber 目線、サムネポイントたくさん。もう世界史と日本史なんですけど、僕世界史をまあ得意な方なんで、早めに終わらせて、で日本史は結構考察がメインなんで、問題しっかり考察する時間取れればいいかなっていう目論見だったんですけど、まあ世界史で予想よりアウトプットに時間かかってしまって、結構圧迫しちゃったんで、日本史があんまりできなかったっていう感じですね。なるほど。いや、こんな5年もやってての、こんなこと言ってこんな感じに言いたくないですけどね、結果的にそうなっちゃいましたね。いよいよ合格発表が流れますんで、たかしさんのチャンネルで生配信ですよね、いつもね。生配信の予定です。10日後から。この今日は一応予定なんですけど、まあちょっとまだわかんないですけど、一応、はい。一応僕もね、昼だったらまあ行けますんで。本当ですか。はい。そこで初めてのパターンですね。そうですね。どうなるのか。ちょっと緊張して寒くなってきます。いや、普通にエアコン切ったから寒くなってる。そうそうそう。物理的に切ったから寒くなって。はい。まあまあ祈ります。はい。ということでした。じゃあぜひともたかしさんの最後の戦いを見ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.